のどかな田園風景が広がる三春町に来ています。今日はあいにくの雨なのでカッパで来ています。かなり山奥に入ってきましたが、この山の奥にブルーベリー園があるということなんです。あ、看板が見えてきましたよ。三春町にあるよぎ足ブルーベリーの丘、今月3日に今シーズンの営業が始まりました。こんにちは。はい、こんにちは。今日はお世話になります。いい、とんでもないです。こちらよろしくお願いします。すごく広いですね。はい、どれくらいの規模あるんですか。ね、だいたいここにあの面積で 1.7 ヘクタールになるんです。本数がだいたい2500本ぐらい。2500本。はい、種類はどれくらいあるんですか。だいたいハイブッシュ系で約20種類のブルーベリーが割ってます。20種類も、はい、じゃあいろいろな種類を食べ比べできるっていうことですね。はい、この日は地元の子どもたちが摘み取り体験。食べ頃の大きなブルーベリーを口に入れるとこの笑顔。おいしい、うん、甘い。取ったよ。摘んだり食べたりね、なんか甘いものがいっぱい。それは誰にお土産？お母さん。ママが今日誕生日だから。ところで三春町にはブルーベリー農園が6軒あるということですが、この辺はあの遊休の地だったんですよ。かつてここ川畑だったんですけども、養蚕の撃退っていうまでで、ここ荒れ地になったやんですけども、それはあの遊休の地の解消っていうようなことで三春町に来てるっていうようなことで、この無農薬でもできるというようなことで、このブルーベリーを取り入れたんです。かつて三春町は養蚕業が盛んでしたが、需要の減少で使用されず、そのままになった桑畑が増えました。組合員が協力してその農地を利活用し、無農薬ブルーベリーの栽培を始めたんです。私も摘み取り体験をさせてもらうことに。食べるだけでなく持ち帰りもする場合は時間無制限とのこと。これがチャンドラっていう種類なんですけども、まだ早いですけども、だいたいこのくらいの大きさになるんですよ。大きいです ね、 これね、500円玉くらい、500円玉くらいになるんです。チャンドラーはブルーベリーの中で最大サイズ。甘い、うん、甘さがぐっと凝縮されてますね。でも程よいあの酸味もあって美味しい。こちらも大粒品種のコビル。わ、また全然違いますね。こっちの方がチャンドラより甘いですね。そうなんですよ、糖度が高い感じがしますね。酸味と甘みのバランスが良く、香り風味ともに優れているそうです。見てください、食べながらではありますがこんなにたくさん摘み取ることができましたよ。さて、たくさん摘み取ったブルーベリーをそのまま食べるだけではもったいない。ハーブとスローライフの研究家滝田努さんに自宅でパパッとできるブルーベリー料理を教えていただきました。ご自宅でも簡単にできるブルーベリーの一口ピッツァと、あとブルーベリーモヒートを紹介したいと思います。まずは一口ピッツァ。材料は主役のブルーベリーと餃子の皮、素焼きミックスナッツなどです。ブルーベリーをボウルに入れて、ソースにあえていくんですけども、大きさがまばらでしたらだいたい小粒ぐらいの大きさに合わせてもらって、大きな粒は半分ぐらいに切ってください。続いて素焼きのミックスナッツをスプーンで潰して入れて、スペアミントをちぎって、
トマトケチャップを加えて混ぜ合わせます。はい、簡単なんです。それを餃子の皮にのせ、その上にモッツァレラチーズ。餃子ピザ、あまり塩気がない方がいいんじゃないかなと思います。その方がブルーベリーの甘みと酸味結構引き出してくれるので。250度のオーブンで5分焼きます。その間にモヒート作り。材料はブルーベリーにライム、ミント、炭酸水。まずはライムを潰して、次にモヒートミントを潰し、ライムの後に入れるのがコツで、ライムの前にミントだけ潰しちゃうとミントのちょっと嫌な香りがグラスの中についてしまうので。ブルーベリーも潰す。そう、全部潰すだけなんです。ブルーベリーはあまり潰しすぎない方がいいですね。まあ、なぜかと言いますとモヒート自体が濁ってしまうので。氷、そして炭酸水を注いで混ぜれば、爽やかな酸味と甘酸っぱさが楽しめるブルーベリーモヒートに。いい色、いい音。一口ピッツァも焼き上がり。三春ブルーベリーを使った簡単メニューの出来上がりです。ブルーベリーの酸味と甘みと、あと塩加減の塩味とですね、バランスがとてもよく取れた、一口ピッツァと、あと、ドリンクになっていると思います。夏バテを予防してですね、心のちょっと疲れを癒す、とてもいい初夏の味になっているんじゃないかなと思います。皆さんもぜひ試してみてください。三春ブルーベリーは町内の飲食店でも。今月1日にオープンしたばかりのレトは、はい、出来上がりました。ありがとうございます。わー、綺麗な紫色ですね。はい、このお店では地元のブルーベリーを PR しようと、ブルーベリーを使った絶品チーズケーキやバナナジュースを提供しているんです。ジュースはヨギ足ブルーベリーの丘で収穫したブルーベリーを使っています。濃厚、わあ、すっごくクリーミー。砂糖を使っていなくてこれだけの甘さが出るってすごいですね。そしてこのブルーベリーのつぶつぶっとしたこのアクセントもいいですね。そしてこちらは来月の発売を目指して開発中のブルーベリーチーズケーキバー。うん、あ、滑らか。今まで食べたベークドチーズケーキと一味違います。ブルーベリーの甘さと酸味のバランスがちょうどいいですね。三春さんのブルーベリーは甘いのが特徴なので、それを引き出すために酸味の方も加えて、ブルーベリーを楽しんでもらいたいなと思ってますんで、そういう意味では甘さも控えめにして酸味とですね、甘さを感じていただければなと。実はこのチーズケーキ、ある保存方法で圧倒的な美味しさを実現しているんです。こちらは何ですか？こちらは急速冷凍機になります。普通の冷凍庫で凍らせますと氷のようになるんですね。で、うちの急速冷凍機で凍らしますとマイナス5度を通過するまで急速に通過するので、細胞を壊さないで冷凍される、これが急速冷凍したブルーベリーなんですけども、ぜひ食べてみてください。おお、サクサクっと食べられて、ブルーベリーのみずみずしさがすぐに戻ってきました。すぐ口の中で果肉に戻ったと思うんですけども、それが特徴なんですね。悠久農地を利活用したブルーベリーの栽培がすっかり定着した三春町。伊藤さんは
三春のブルーベリーが地域の活性化につながることを期待しています。三春に来たら、まあ、あのブルーベリーがあるなと、ブルーベリー園で摘み取りして、その後、うちのところでブルーベリーのバナナジュースを飲んでもらったり、あとチーズケーキをお土産に買って行ってもらったりですね、三春に気軽に来れるような、そして、まあ、立ち寄って、楽しんでいただけるような、そういうところを目指しています。